これが変化量、ゼロの時が15秒670で、こっちが6で、こっちが689なんで、まあほぼほぼ一緒ですね。まあタイムは安定してるでいいんじゃないですか。ちょっと変化量コンマ2でいきます。で、次は糖を 2.5 の 2.8 だったんですけど、2の 2.3 にしてみました。やってみます。じゃあ今からダブルジョイントですね。52ミリだったんですけど、まあ長くします。53にします。まあもうちょい安定すると思うので、これでちょっとやってみたいと思います。新型の53に変えたので行ってきたいと思います。これなんすか、なんか変えたんすか。53ミリ。そう、どうですか。安定。すごく下手っすね、真ん中。もうちょっとだ、コンマ1上がる。あぶねー、水落とし。あの踏んでたら、タイヤも出れた。足か。あー、そこ切らん方がいいで、あんまり。あの、あそこ。なんか突っ込む感じで。あー、左上手すぎるわ。えい、めっちゃいいな今の。キーブラシの中にリメイクされるし、同じやつ。あ、だんだんね、曇ってきました。リバウンド減らしたのと、で、さっき53やったんですけど、タイム変わらずで、まあ、ちょっと曲がりにくかったんで、52戻しました。そしてタイムが多分出ます、今の。やばい、めっちゃ冷たい。行くぞ行くぞ。
ということで終了しました。ベストラップは今回何秒でしたか？15秒7です。僕何秒だと思いますか？16秒0ぐらい。また実は15秒4なんですよ。一戦チート使いました。チート使った、チート使いました。チート使ったら速くなりますね。もう4は出ます。まあ本番頑張りましょう。はい、ありがとうございました。モデル、モデル、これモデルなんだ。モデか、これ。え、このコースむずない？あー、あそこ巻くんか。巻く、絶対巻くない。あ、野崎さんかな。野崎さん、モデルこんな走ることないしな、名古屋で。野崎さん速くね？野崎さんバカ速いねんけど。野崎さんの車俺やらしてもらったことあるけどさ、えぐいで。えぐいな、うん、おお。今日は名古屋に来てますっていうのを言うの忘れてました。あ、はい、お買い物です。買い物、お買い物。走ってません。あ、直樹もうタイヤやばいかもしれんな、これな。気に入りを上げてます。あ、でも名古屋ってさ、すぐタイヤ死ぬからさ大変よね。よっ、ラジュテン最強ドライバー、いやいやいや、頑張ってください。ゆうとさん、お久しぶりのゆうとさんです。山々以来です。なんか早いな、これ。車は20です。え、早くね、これ。早いね、うん、スピード早いな、これ。そう、俺もびっくりした。なんか普通に 17.5 みたい。名古屋の醍醐味やな。あ、飛び出しでした、飛ばしでした。これが本気走りか。お前全然違うラインが。あ、なんか一気にスピード上がったな。速い。俺もこのレース出たいな。絶対負けんやろ。これ早いね。めっちゃ早いね。え、ああ。まだ始まんの。明日デイリーレースですね。はい、はい、ということで今日練習の動画が、このゆうとのインタビュー前に貼り付けてあると思いますが、はい、まあ、まずですね、目標を言ってください。目標はもう優勝です。優勝、優勝一つ。はい、今ね、じゃあトップ争いに加わってくるなって思ってるのは誰でしょうか？Y さんと、はい、K さん兄弟と、はい、JK さん。JK さん。JK さんは分かるわ。分かる。まあ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 、分かる人には分かる。分かる人には。はい、の、まあ、が強力ですね。はい。自信のほどはどうでしょうか？自信はあります。ありますか？あります。分かりました。じゃあね、またあれですよ。結果聞いておきます、JK さんに。はい、JK さん。JK さんに聞いておきますんで、頑張ってください。頑張ります。はい、イエーイ。